本川沿いです。こんな感じでね、ローカルたちが飲み始めてますね。はい、これ動画撮ってんのかな。できてるね。水上レストランか。出てるような気がしないんで、ここで U ターンします。なんかね、どんなあの田舎町でもね、明かりの多さやっぱタイの方が多いもんね。今ベンチャンぐらいでしょ、海岸より明るいラオスの町っていうのはね。さあ今日はどこで何食べようね。なすかさばいのチャンネルです。2月の19日、土曜日ですね。土曜日時刻の方がね18時30分過ぎです。どこで飯食おうかと思ったんですけど、決まりました。こちら、これね、あのうちのね宿の裏側なんですけども、ここにね、なんか焼き物屋さんがあるんで、ちょっとねここを試してみようと思います。じゃあ中の方へレッツゴー。うわー、なんかギャンギャン BGM になってますね。これは絶対ダメだと思う。ここでねいろんな串をね選びます。でね、この辺、これはね、手羽ですね。手羽って、これはね、あれだと思う、ピンエンだと思う。で、これはもみじですね。で、もみじにハツ。で、これはね、タニシかな。タニシに、タムックって言ったらイカですね。で、イカ。でね、この辺がね、1000キップ。で、ここがね、2000キップ。で、この辺も2000キップですね。で、奥は練り物ゾーン、この辺まではね、これ2000キップってましたね。で、ここはね3000キップだそうです。で、ここでねこうピックアップをして、こちら、わーすごいな、サバイディー。ここでこういう風に焼いてもらいます。で、これね、実はもう先にね、僕はあのオーダーしたやつですね。これでね、全部で1万9000キップ、スイップカーパンやっと出ましたね。で、奥でビールも。わー、すごいね。
当然ね、弾幕風もね、これ辛そう。うわこれ絶対辛いやつ、うん、ここで楽しみます。